こんにちはベリースの葛原でございます本日は重要過去問ということで平成25年の問題7こちらを解説してみたいいと思いま,すまず問題ですが次の1から5は法廷内における傍聴人のメモの採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である判決の趣旨と異なるものはどれかと。 まあ判決の趣旨と異なるものね。罰のものを選んでくださいというものです。で、この傍聴人のメモの採取を禁止することがということですが、まずこの判例え、ちょっと復習してみたいと思います。 こちらはですね、法廷メモ訴訟、平成元年3月8日の判決です。レペタさんという方ですね。これはあのアメリカこちらの方、アメリカの弁護士で特別研究員としてですね、いろんな所得税とかそういったことをま勉強されていた方です。そしてその所得税に関するですね事件をま傍聴していた。 傍聴するということで、で、その際に、えー、裁判官に対してですね、メモの許可を申し上げたんですね、えー。ところが、まあ、許可はされなかったと。で、他方、まあ、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に関しては。裁判官はメモを許可してたと、まあ、こういう訴訟でした。 でえー、この訴訟で問題となったのは、まあ、大きく3つ、えー、こちらですねまずそのメモを取る権利これが認められているんでしょうかと、ね、憲法82条では裁判の公開が定められていますがそれによってメモを取る権利、ねえー、認められてないですか、まあまあレベタさんの側からすればです、ね、権利としてメモを取る権利があるんだと言いたいわけですね。それからさらさに憲法21条1項 表現の自由ですね表現の自由を定められているということはその、ね、筆記行為、ね、表現そのものとはまた別ですけどもやはり表現をするにあたってはあらかじめ何かこう筆記をしたりとかして自分で表現する、ね、材料を作っておくとかそういうことが必要ですからこういったことも自由も、ね、認められるんじゃないですか。ささららにに、ね、報道機関の記者にはメモが許可されてますから で、レペタさんは強化されてない、ということはこれ憲法十四条。平等に違反するんじゃないですかと。いうことが、問題になったわけです。で、これをちょっと、今三つ簡単に見ていきましょう。まず、憲法八十二条の裁判の公開とメモを取る権利ですね。え、八十二条以降、こちらに上げておきました。裁判の耐震及び判決は。公開法廷で、これを行う。 ですね、裁判の耐震および判決は、えー、公開法廷でこれを行う、えー、裁判の耐震というのは、まあ、審理ですね裁判官を面前にして、まあ、審理するそしてそれに対する、まあ、結論、ね、裁判所の判断が判決これはちゃんと公開法廷で行ってくださいねと要は公開して国民の目にさらしましょうということですね。 で、えー、まあ判例、何と言ったかというと、まあ、82条のこの趣旨は裁判を一般に公開して裁判に公正裁判が公正に行われることを制度として保障し、えー、もって国民に対する、えー、裁判に対する国民の信頼を確保するものだと。ですから制度を保障した、えー、制度的保障という言葉えー、すでに、ね、学習した方は、ま、あの聞いたことがあります。そういうい制度を保障したものだと えしたがってまあその制度を保障するためにまあ傍聴制度を設けているわけですけどもだからといってえこれはあの国民の信頼をね究極的には確保するためなので個々の国民に対して傍聴する権利を与えたものではないと。でましてやまあ傍聴する権利が与えられてるっていうわけではないので傍聴人に対してねえ法廷においてメモを取る権利これも別に82条はね保障したものではありませんよといったわけです。 さて今度は憲法では21条ね表現と自由との関係はどうなんだろう ?21 条1項は集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保証すると一切の表現の自由と、ね、保証するということになっているわけです。で判例は、ね、各人が自由にさまざまな意見知識情報に接しこれを摂取する自由は憲法21条1項の趣旨目的から いわばその派生原理として当然に導かれる、えー、意見知識情報に接するそして接種する自由とこれは派生原理として導かれますねでこういったこと、ね、情報に接し接種することを補助するものとして非行為がなされる限りは非行為の自由は憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきだと言いました。 この情報を摂取する表現をするためにはやっぱり自分の中に知識があったりとかそれなりの知見があったりしないと表現することができませんとすればその前提としての接、ね、種するそして摂取する自由も派生原理としてあるでしょうとでその派生原理である、ね、摂取する自由これを補助するための行為の自由というのは21条以降精神照らして尊重されるべきだと。 大事なことはですね21条1項によって引き行為の自由が保障されていると言ったわけではないと言ったですから尊重されるということは権利そのものだと言ってるわけではないと当然、えー、何かもっと別な、ねえー、利益、ね、もっと保護しなければいけない利益がある場合にはこれは制約されるということになるわけです。例ととと言ったかというと 公正かつ円滑な訴訟の運営裁判では公正かつ円滑な訴訟の運営っていうのが非常に重要ですとでもしこれを妨げられるような場合は引きのの自由とというのは当然、ね、退けられますよとただ通常はねえ引きこいを認めたからといってねえ公正かつ円滑な訴訟運営が妨げられるってことはないので言えなくね妨げるようなね えー、ゆえなく引き行為の自由を妨げるような方はダメですよとただ一般的に許可制、ね、裁判所っていうのは公正かつ、えー、円滑な訴訟の運営をする、えー、しないといけないわけですからそのためにね許可制をし取っても別にそれは違法ではないということでレベッタさんの方の主張を退けたというわけです大事なことは、えー、引き行為の自由は 二十一条一項によって保障されているというわけではないということです。で、公正かつ円滑な訴訟の運営というと、ちょっと漠然としていますけれども。やはり裁判っていうのは、ね、民事であろうと刑事であろうと。その、自分の権利を救済してほしいという方が、まあ裁判所に行って、まあ、えー。訴訟をやっているわけです。ね、まあ究極的にはその人の利益。 場合によっては憲法上の人権を確保するということがかかっているわけですから非常に公正と円滑な訴訟の運営というのは人権を、ね、裁判によって実現していくその人の権利利益を保護していく上では最後の論点、ね、報道機関の記者だけにメモを許可することと憲法14条の関係。 14条は平等を定めております。平等権平等等権原則を定めた規定ですすべて国民は法のもとに平等であって人種・信条性別社会的身分または文知により政治的・経済的または社会的関係において差別されないと。ただこの憲法14条以降は誰でも彼でも一律に同じように扱えというわけではないです。ね、人というのはセンサー えー、いろいろな条件事情さまざまですからその同一の事情のもとでは統一に扱いましょうと、ね、かえって全ての人を一律に扱ってしまうと不合理な結果になるからと、ね、ですから14条1項は合理的理由なく差別することを禁止したものを出すよというのが判例です。で逆に言うとまあ合理的な区別別これは別に14条一項に違反するものではないとじゃあこの 報道機関の記者のみにメモを許可することが合理的な区別と言えるかどうか。で、報道機関の報道、ね、判例何と言ったかというと、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき。重要な判断の資料を提供するものであると。まあ、私たち国民が、ね、民主主義社会において、まあ、重要な判断、ね、知る権利をね。 まあ実効性荒らしめるために、ね、その資料を提供してする役割を担っている。ということは報道の自由というのは憲法21条1項の規定の保障のもとにある、ね、報道の自由っていうのは表現の自由の一内容ですと。で報道その報道をね自由が保障されている報道が正しい内容を持つためには報道のための取材の自由も憲法21条の規定の精神に照らし十分に尊重に値する。 また出てきましたね。さっきとね似てますが、えー、取材の自由については21条1項の保償のもとにあ,あるとは言ってないんです。21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するで、ちょっとここにちょっと十分のところ色を変えておきましたが、筆記行為の自由は実は尊重に値すると言ってるんですね。こっちは十分尊重に値すると言って。と 実は試験委員の方はどうもここら辺すごくお好きなようなので、まあ、本日これを取り上げたものもまあそのまあ理由の1つであります。でまあこのように言って、ね、これをまあ前提として言ってそしてまあ報道の公共性それから報道のための取材の自由に対する配慮に基づき司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することもまあ合理性はありますと。 合理性あるということは、まあ、合理的な区別であって14条、ね、平等原則に反するものではないと言ったということです。でここで一つポイントなのは実はこの部分これはあのこの法廷メモ訴訟、ね、いわゆるレペーター訴訟で初めて出てきたフレーズではないんですね。これは博多駅テレビフィルム事件ですでですすにに、ね、出てるものです非常に重要な えー、ところですね報道の自由が初めて、ね、21条の1項の保証のもとにあるんだそして取材の自由については、えー、21条の規定,にせ規定の精神に照らし十分尊重に値するんだと、まあ、これを言った初めての判例でこの判例を引いた上で、まあ、合理的な区別だということを導いたこれがでは一、えー、個一個のですね実際の本試験問題の足を見ていきたいと思います。 まず1番「報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障のもとにあることは言うまでもないがこの自由は他の国民一般にも平等に保障されているものであり司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内のメモ採取を許可することが許されるかはそ,のそれが表現の自由に関わることに鑑みても法のもとの平等との関係で慎重な審査を必要とすると」。 まずですね、まあ、今まで、ね、判例ざっと見ていると分かるかと思うんですがこここでこれは罰の足なんですけども罰を判断する上でポイントは2つありえす取材の自由は憲法21条の規定の保障のもとにあることは言うまでもないもうここで切れないといけないんですねこれは罰だとであとは読まなくていいという状態に実はなっておいてほしいんです。 であともう一つのポイントは、まあ、この取材の自由は他の国民一般にも平等に保障されているものでありもうここも違いますよね。そんなことは言った判例はないんですただ言った判例がないかどうかっていうと、えー、非常に判断しづらいのでもうそこは保留しちゃうんですね無視しちゃって構わないあのちょっとまあ三角とかねもし判断つかなければ三角で置いとけばいいんです。 さらにもう一つ、ね、司法記者クラブ所属の報道機関に対してのみ法廷内のメモ採取を許可することが許されるかは表現の自由に関わることに鑑みて法のもととの平等の関係で慎重な審査を必要とするまたこれももらしいことが書いてあるんですですこんなことを読んだこともないしあれ分かんないなってなるかと思うんですがここももう保留にしちゃっていいんです。で 保留、ね、分からないところは、まあ、これはこんなことはないので当然あの見たことないよ違うよっていうことになるんですが、まあ、分からないなって思った時はもうちょっと,とりあえずここはね除外しておく、ね、除外しししててか、えー、かるととととこころ、ろはっきりりたところで判断いいいいいくというのが、えー、いいやり方かなと思います。そしてここで切れないといけないと言ったのはなぜかというとこれは法廷メモ訴訟を読んでれば当然分かるだろうと いうだけでなくその当然、ですね博多駅、ねえー、テレビフィルム提出,提出命令事件を通してもここはすごく有名なところです。でさらに、これちょっと見ていただきたいんですがこれ平成18年の問題5ね、足2つ出てます。 平成18年報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものであるから思想の表明の自由と並んで事実報道の自由は表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある、ね、これはあの博多駅テレビフィルム提出命令事件の半紙を引いて、ね、これは丸ですよと。 でもう一つやはりこの「取材行為に関しててもちゃんんと出てるんです、ねえー、正しい内容を持つためには報道が正しい内容を持つためには報道のための取材行為も憲法21条の規定の精神に照らし十分尊重に値するから」ね、で、えー、ここにちゃんと出てる。 でしかも報道の公共性や取材の自由への配慮から司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも合理性を欠く措置とは言えないすで、ね、にこれやってる内容なんです。ね、なので、えー、過去問ねこうやって照らして同じことがやっぱり繰り返し聞かれてるんだなって。 っていうことと、あとやはりね。ここら辺は試験員がまあ好きなんだなっていうところをえ、ね、感じていただけるかと思います。で、これはま1番が罰ということで、もうここでもう切って次へ移っていただいて構いません。ただ、まあ一応そうは言っても心配だからといって、まあ。まあ見ていくと次の問題を見ていきますと。と、えー、憲法82条1項は？ えー、裁判の耐震判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているがその趣旨は裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障しひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると、ねえー、裁判の公開は、ねえー、傍聴制度を保障したものですよと,、ね、ということでこれもあるというのが判断つきますね。えー、それから、えー、3番の足、えー、憲法21条 一個は表現の自由を保障している各人が自由にさまざまな意見知識情報に接し摂取する機会を持つことは個人の人格発展にも民主主義社会にとっても必要不可欠であるから情報を摂取する自由は未菱規定の趣旨目的からいわばその派生原理として当然に導かれる。で先ほどこの部分は読んでますから分かるんですけれどももしかしたらこの部分はですねそんなにこう。 ねえー、読んでない方も大勢いらっしゃったかと思いますただ表現の自由、ね、どういう趣旨でしたか、ねえー、自己統治自己実現の価値2、ね、つの価値がありますということは皆さん、えー、学習してるかと思います。ねえー、表現するっていうことで、まあ、さまざまな情報に接し自分で知見を高めていく、ね、それが、まあ、自己実現 実現の価値そして自己統治の価値というのは自分で統治する要は自分たちが政治国政に、ねまあ、実際には代表民主制を通して、ね、参加していくでそのためにはさまざまな、ね、やはり主義主張を交わすということが不可欠であるということは頭に念頭にあるかと思いますのでそれをねことを、ね、考えるとあこれは別にそんなにおかしなことは言ってないなっていうことはね判断できるかと思います。 そして、えー、さらに4番です、ねえー、さまざまな意見知識情報に接しこれを接種することを、えー、補助するものとしてなされる限り筆記行為の自由は憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるがこれは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由そのものとは異なるからその制限または禁止には 表現の自由のに制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。要は筆記行為の自由は憲法二十一条一個によって直接保障されてない。ね、そういうものではないから。表現の自由そのものに制約を加える場合とは。のようなね、厳格な基準で、えー、制約を加える必要はない。 っていうことですねでここら辺もちょっと怪しいんですけども、ね、ずばりの藩紙を、ね、読んでる人っていうのはそんなにいらっしゃらないかと思いますがただ、ね、筆記行為の自由は、ね、この21条の精神に照らして尊重されるべきであるっていうことが、ね、ここまで知っていれば、まあ、ここの、ね、表現の自由にを制約を加える場合にいっぱいに必要とされる厳格な基準は要求されるものではないっていうのは これ論理必然的にその場で考えても判断つくかなと思います。でましてですね、実は平成18年の問題5の3、足問題5の足3ですね、えー。同じことが出てます。ね一般人の筆記行為の自由について、それがさまざまな意見、知識、情報に接し、これを吸収 接種すするるることとを補助するものとしてなされる限り憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが表現の自由そのものとは異なるためその制限や禁止に対して表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されないと。でこの後半は合っているんですが十分尊重に値するっていうのがこれが違ってますよとで罰と。 でこの問題出た時はまあどの予備校もです、ね、みんなあのこれは丸だろうということでスルーしちゃったんですね。なぜかというと引き行為の自由一般人の非行為の自由はあの21条の規定によって直接 ね、保障されているものではないと、ね、尊重に値するんだということはもうどの予備校も分かってたんですただ十分なのか十分,十分っていう、ね、言葉がつくのかつくないのかっていうのはあまり、えー、今まで問題にした、ね、過去問もないですし他の国家試験ででもあまり問題にしてなかったんですね、まあ、ちょっとここの部分に関しては試験委員の方が割とここを非常にあの、まあ、論文を書かれている部分もありまして、えー、非常に、まあ、関心事だった。 からまあ出てしまったという問題ではありますが、ただね今はこれはバツの足だ。何が違うかというと十分というもうね言葉がね入っているからバツだっていうのはもう分かっていることです。そうするとねこれはあ丸だなっていうことが分かるかと思います。そしてね、えー、最後五番見ますとボー 町人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟運営を妨げるに至ることは。通常あり得ないのであって特段の事情がない限り。自由に任せるべきであり。それが憲法二十一条の一項の規定の精神に合致すると。え、まあ、これも。直接ね、ここの藩士ね、藩士の抜き書きで、ここまできちっと読んでる方っては。正直少ないかと思いますが、ただ常識的に考えると。 ねこの通常は言えないとか言うとちょっとね引っかかるんですけどもただ特段の自由がない限り、えー、傍聴人の自由に任せるべきでそれが、えー、憲法21条1項の規定の精神に合致するねこの結論の部分は皆さん知ってるかと思います、ね、逆に言うと知らないとこの結論の部分は知らないといけないで、えー、まあ、比較としてね最後この一番がね明らかに 取材の自由は二十一条一項の規定の保障のもとにあることは言うまでもない。ここがもう罰なんだということがはっきりわかりますので。このね、問題は解けるかと思います。まあ、このね、レペタ詐称の部分ね、えー、非常に。試験委員の方ね、えー、関心事です。えー、報道の自由は二十一条一項の保障のもとにある。それから。 えー、報道が正しい内容を持つための取材の自由これは21一条一個の精神に,に照らし、まあ、十分尊重、ね、しないといけない、ね、十分尊重そして、えー、一般の方の傍聴、ね、傍聴人の非行為の自由これは21一条一個の精神に照らし尊重に値すると、ね、そこら辺のね、えー 違いをきちっとここをねこの問題通して、えー、押さえておいていただきたいと思いますでは、えー、ここで終わりにいたしましょう